まあ、結果出ない中でも応援してくれた方々に、してくれた方々がもういたからこそ僕は本当3年間頑張れたと思ってますし、ね、本当に結果出なかったね自分は。だから応援したくなくなる気持ちもあるのかなっていうのも自分でも思っちゃうし、でもまあそういう本当にね、どうなっても応援してくれたからこそもうここまで来れたって思ってるんで、本当にそこは感謝したいと思いますし、いや本当に結果残せなかったのが一番僕の中では本当に申し訳ないなっていうのはあるんで、こういうね、何もない中でのお別れっていうのはちょっと本当に申し訳ないなと思ってます。でも本当に応援していただいてありがとうございました。違う環境でやるっていうのを自分の中で結構こうちゃんと話聞いてくれてて、